宮園自動車のタクシー宮園自動車株式会社は東京都内のタクシーハイヤー、福祉輸送、観光バス会社。1950年5月18日に設立され東京都中野区に本社を置く。グループ会社には目黒区に東京無線に加盟する法和自動車株式会社、川崎市に宮園交通株式会社、船橋市にも営業所を持つ株式会社、 宮園福祉などがあり、自動車販売代理店や燃料販売など、グループ企業は8社で1と3県に展開する。和の1文字を社訓とし、社税として、交通安全、より良いサービスの提供、生産性の向上、省資源、省エネルギーの4項目を掲げる。運行台数は約750台で、小型ユニバーサルタクシーから大型バスまで展開する。 都内の同社タクシーは東京無線共同組合の創立以来の中核であり、グループの飽和自動車に取得し、チェッカーキャブより遺跡とともにトヨタジャパンタクシーや黒塗装車を除き緑色に黄色のラインの入った東京無線カラーに塗装されている。また、東京4社に属する大和自動車交通に提携する大和クラブのメンバーである。一方で、LPG 自動車、 障害者のタクシー乗務員、乗り合いタクシー、ウェルキャブグリーン経営認証、ISO14001 などの革新的な事項の導入に熱心であり、メセナにも取り組んでいる。ケア輸送士制度の創立においても関与し、全国福祉輸送サービス協会を通じて事業の拡大に取り組んでいる。ケア輸送士やホームヘルパーの資格をタクシー営業に取り込むなど、 福祉事業に関する企業努力を行っている。ありがとうございます。